オリュンポスの戦い、愛の伝説を紹介するよ。1988年にイマジニアから発売されたアクション RPG だよ。ギリシャ神話が舞台なのかな。そうだよ、舞台は古代ギリシャで9つの地区に分かれてるんだ。アルカディアから始まって最後はタルタロスまでの大冒険だよ。ストーリーは美しい娘エレネと若者オルフェウスの愛の物語なんだ。どんな内容なの。エレネが毒蛇の牙で命を落としてしまうんだ。実はそれはハデスの仕業で妃にしようとしたんだよ。愛の女神アフロディーテに導かれてオルフェウスの冒険が始まるんだ。ゲームシステムはどんな感じ。アクション寄りの RPG でレベルアップはないんだ。その代わりアイテムを集めることでパワーアップしていくよ。操作性は非常に良くて攻撃も素早く繰り出せるんだ。アイテムはどんなものがあるの。大海峡の杖で火を放ったり、アテナの盾で防御できるよ。ヘルメスのサンダルでジャンプ力が上がったりもするんだ。お金の代わりにオリーブの実を使うのも特徴的だね。難しさはどうなの。かなり難易度は高めで、ミスするとオリーブの実が半分になるんだ。でもコンティニューは無制限にできるから粘り強く挑戦できるよ。グラフィックや音楽はどう。背景の細かい描き込みや地区ごとの独自 BGM が素晴らしいんだ。特に神殿ではバッハのトッカータとフーガが使われてるよ。ファミコンのゲームとしては豪華だね。そうなんだ、主人公とヒロインの名前も入力できるんだ。感情移入しやすいシステムも当時としては画期的だったよ。リンクの冒険に似てるって本当。確かに主人公の見た目や一部の背景は似てるけど中身は全然違うんだ。独自の世界観とシステムでしっかりした作品に仕上がってるよ。クリアするのは大変そうだけどやりがいはありそうだね。難しいけど達成感は抜群。古代ギリシャの雰囲気も素晴らしいよ。チャレンジ精神のある人にはぜひプレイしてほしい作品だね。松本徹の株式必勝学を紹介するよ。1988年に IGS から発売されたファミコンのシミュレーションゲームだよ。当時の経済評論家松本徹氏が監修した株式投資ゲームなんだ。どんなゲームなの。2年間で100万円を1億円にすることが目標だよ。株式取引だけでなく不動産や忠告ファンドなども扱えるんだ。月曜から金曜まで朝8時30分から夕方4時まで取引ができるよ。株の取引はどんな感じ。東証100銘柄から選んで指し値か成り行きで注文できるんだ。信用取引も3銘柄まで可能で 30% の保証金を払うシステムだよ。株価のチャートも見られて情報収集もできるんだ。プレイヤーのパラメータもあるの。レベル、ヘルスポイント、ライフポイントの3つがあるよ。2週間ごとにポイントが増えるとレベルが上がっていくんだ。レベルが上がると1日の取引回数が増えるメリットがあるよ。お金の管理は難しそう。銀行から融資も受けられて定期預金の2倍まで借りられるんだ。でも借金が返せなくなるとゲームオーバーになっちゃうよ。1回だけ松本先生の力でコンティニューできるけどね。遊び要素もあるの。スポーツや映画、旅行で楽しむこともできるよ。遊ぶと HP、LP が回復するから投資の息抜きになるんだ。当時の大金持ち気分が味わえるのも面白いポイントだね。セーブはできるの？バッテリーバックアップ搭載で毎日自動セーブされるよ。でも急にリセットすると資産が半分になるペナルティがあるんだ。そんなペナルティがあるなんて厳しいね。株価の動きは毎回似てるからコツをつかめば攻略できるよ。クリアすると得点もあって実際の投資情報も見られるんだ。本格的な投資シミュレーションなんだね。そうだよ、バブル期ならではの金融商品も登場するし当時の雰囲気を感じられる歴史的な作品とも言えるね。伊崎修五郎の競馬必勝学を紹介するよ。競馬評論家の伊崎修五郎さん監修の競馬予想シミュレーションだよ。競馬の予想をするゲームなんだね。そう、1年間で132レース、毎月11レースを予想するんだ。
伊崎さんといえばテレビの競馬番組でもおなじみの方なんだよ。みんなの競馬やスーパー競馬で活躍されてる？ゲームの内容はどんな感じ？実際の競馬場でレースを見て予想を立てていくんだ。馬の調子や騎手の成績、コースの状態など様々な情報を分析するよ。それをもとに単勝や副賞、馬連などの馬券を購入していくんだ。難しそうだけどやりがいはありそうだね。そうなんだ。闇雲に馬券を買うのではなく、しっかり予想することが大切だよ。実際の競馬と同じで的確な分析力が求められるんだ。資金管理も重要で、お金がなくなるとゲームオーバーになっちゃうよ。エンディングも変わるって本当？12月を終えた時点の所持金によってエンディングが変わるんだ。どれだけ賢く予想できたかが結果に直結するシステムだよ。知的なゲームとして作られているのが特徴的だね。実際の競馬の予想に役立ちそう。そうなんだ。伊崎さんの監修で本格的な予想の勉強ができるよ。でも実際の競馬でも無計画な馬券購入は禁物だね。このゲームを通じて賢い予想の仕方を学べるんだ。競馬を知らない人でも楽しめる？初心者でも予想の基本から学べるように作られているよ。伊崎さんのアドバイスを参考に少しずつ上達していけるんだ。なるほど。競馬入門としても良さそうだね。シンプルだけど奥が深い作品なんだ。競馬ファンはもちろん、これから始める人にもおすすめだよ。銀河伝承、ご紹介するよ。1986年にイマジニアから発売されたディスクシステムのゲームだよ。エイブ・ジャック三部作の第一作目として知られてるんだ。どんなゲーム内容なの？宇宙ステージと惑星探索の2つのパートで構成されてるよ。宇宙では無限縦スクロールシューティング、惑星では謎解きアクションが楽しめるんだ。ストーリーはどんな感じ？キリル星で発生したスード病という奇病を治す薬を探す冒険だよ。ホープ星とその5つの衛星に隠されたキルノを探すのが目的なんだ。地球人とキリルの人が共存する世界が舞台になってるよ。主人公たちはどんな人たち？サトルという日系の少年が主人公で、スペースパイロット志望なんだ。仲間にはリタという医大教授の娘と、機械に強いライルがいるよ。サトルには病気で苦しむガールフレンドのエミリアがいるんだ。惑星探索はどんな感じ？酸素管理が重要で、敵を倒して補充しながら進むんだよ。地下洞窟に住むピノという種族からアイテムやヒントをもらえるんだ。古代文字を解読しながら謎を解いていく要素もあるよ。付属品がすごく豪華だったの？短編小説や設定資料が載った副読本がついてきたんだ。さらにボイスドラマと主題歌が入ったカセットテープまであったよ。今でいうメディアミックスの先駆けみたいな作品だね。豪華な付属品なのに人気は出なかったの？残念ながらゲーム部分の作り込みが壮大な設定に追いつかなかったんだ。開発期間も予定より伸びて、資金面でも苦労があったみたいだよ。開発の裏話もあるんだね。そう、アトラスという会社が開発を担当したんだ。資金不足で米軍基地にゲーム基盤を納入して開発費をひねり出したんだよ。すごい苦労話だね。でも当時としては画期的な試みをしたい欲作だったんだ。後の2作品と合わせて独特の世界観を持つシリーズになったよ。消えたプリンセス、ご紹介するよ。エイブ・ジャック三部作の第二作で、1987年に発売されたんだ。主人公は新米デカの小林モンタで、失踪した王女を探すアドベンチャーだよ。どうして王女を探すの？王女の失踪に横になった国王が、病気の特効薬の原料輸出を止めると言い出したからなんだ。30日以内に王女と5つの神器を見つけないといけないよ。BGM も明るくてコミカルな雰囲気のゲームだね。探索はどんな感じなの？5つの町とその地下迷宮を探索するんだ。町中では住人から情報を集めたり、建物を一つ一つ調べていくよ。時には犯罪者と戦うこともあるし、警察犬の翔次郎丸も活躍するんだ。時間の経過もあるの？ゲーム内時間で朝、昼、
夕方、夜と変化するよ。夜は眠くなって動きが遅くなったり、ギャングが増えたりするんだ。22時になると野宿しちゃうから、時間管理も大切だね。捜査費用はどうするの？毎日一定額が支給されて、昇進すると金額も増えるよ。バイトしたり、松茸を売ったり、埋蔵金を見つけたりもできるんだ。食事で体力回復したり、体を鍛えたりする費用にも使えるよ。付属品も豪華だったんだね。そう、服読本や捜査手帳、地図、カセットテープが同梱されてたんだ。地図は基本的な道路だけで、詳細は自分で書き込んでいくシステムだよ。イメージキャラクターには富田靖子さんを起用してたんだ。登場人物も個性的みたいだね。キララ大女の警護や、ヤクザの親分、マフィアのボスなど、面白い人物がたくさんいるよ。特に王女そっくりの難波の小町が重要な役どころなんだ。セーブはできるの？専用のディスクアイテムを買って、それを使ってセーブするんだ。おもちゃ屋でディスクを買わないといけないから、計画的な購入が必要だよ。なかなか手間がかかりそう。広いマップを探索する必要があって、時間制限もあるからね。でも自由度が高くて、当時としては意欲的な作品だったんだよ。聖剣サイコカリバー、魔獣の森伝説、を紹介するよ。エイブ・ジャック三部作の完結編で、1987年に発売されたアクション RPG だよ。ファンタジー世界を舞台にした冒険物語なんだ。どんなストーリーなの？魔王フルングニルに支配された世界で、主人公のトールが戦うんだ。トール派聖騎士の血を引く少年で、母から受け継いだ聖剣を持ってるよ。妖精のポポとピピに導かれて冒険が始まるんだ。ゲーム内容はどんな感じ？最初にトレーニングステージで修行をして、その後8つのエリアを進むよ。妖精を助けたり、アイテムを集めたりして強くなっていくんだ。第9エリアは立体パズルのような迷宮で、その奥に魔王がいるよ。魔王を倒せばクリア？実は魔王を倒してもまだ続きがあるんだ。付属のカセットテープの音楽とゲームの BGM を同期させると、最大の邪悪、大魔王と戦える隠し要素があるよ。すごい仕掛けだね。そうなんだ。その時は父と母の剣が合体して最強の聖剣になるんだ。当時としては画期的なギミックだったんだけど、ゲーム自体の作り込みがちょっと物足りなかったんだよ。イメージキャラクターは誰だったの？この作品ではポピンズっていう美少女アイドルグループが起用されたんだ。前作までは荻野目洋子さんと富田靖子さんだったからね。当時は無名のグループだったんだよ。付属品は前作と同じような感じ？服読本とカセットテープが同梱されてたよ。特にカセットテープは隠し要素に関係するから重要なんだ。ゼルダの伝説に似てるって本当？見た目の印象が似てるって言われてたね。でも開発当初は対話型 RPG になる予定だったみたいなんだ。結構変更があったんだね。そうなんだ。意欲的な試みは多かったけど、残念ながらウェーブジャック3部作の最後を飾るには物足りなかったかな。松本徹の株式必勝学にご紹介するよ。1988年発売の前作の続編で、資産を70億円にすることを目指すシミュレーションゲームだよ。前作から2年後が舞台で、主人公は妻と6歳の息子がいる家庭人なんだ。具体的にどんな目標があるの？基本金400万円を2年間で70億円にして、レベル70まで上げるのが目標だよ。株の銘柄数も前作の100から150に増えて、より本格的になってるんだ。デイトレードもできるようになって、取引の幅が広がったよ。家族との関係も大切なの？そう、妻の機嫌と子供の良い子どのパラメータを管理する必要があるんだ。家族サービスを怠ると、妻が実家に帰ったり息子が家出したりするよ。病気や事故のイベントもあるから、保険にも入っておく必要があるんだ。プレイヤーのパラメータは？体力、家庭力、知力、運の4つがあって、どれか1つでもゼロになるとゲームオーバーだよ。株取引をすると家庭力が下がるし、情報収集すると知力が減っていくんだ。街を歩くと体力が減るから、こまめな回復が必要になるよ。
いろんな場所に行けるの？8つの町があって、それぞれに特徴的な施設があるんだ。病院や遊園地は家族と一緒に行けるし、ジムや禅寺でパラメータも回復できるよ。不動産も購入できて、最大3軒まで持てるんだ。愛人システムもあるって本当？息子の担任の先生、図書館の女子大生、会社の秘書が候補になってるんだ。プレゼントを渡して仲良くなれば、購入した家に住まわせることもできるよ。でも月々のお小遣いが必要で、高価なプレゼントをねだられることもあるんだ。情報収集はどうするの？新聞や業界誌はもちろん、松本先生からも直接アドバイスがもらえるよ。占い師や証券会社の OL からも情報が得られるんだ。特別なアイテムを使えば、より確実な情報を入手できるようになるよ。バブル時代を感じる内容だね。そうなんだ。贅沢な生活や派手な投資、複数の不動産所有など、まさにバブル期ならではの要素が詰まってるよ。でもゲームオーバーも多そう。パラメータ管理や資金繰り、家族との関係など気をつけることが多いんだ。でも面白いのは、当時の実在の企業が登場することだよ。くらえだ。